じゃあ、ゆきさんの声も入れちゃいます。さて、やってまいりました。今日はですね、すいません、お待たせいたしました。ちょっと今日はですね、雑談コラボ、まあ、年内年納めということでですね、今回はなんと素晴らしい、すごいというか、なんというか、私もちょっとまだふわふわしてますが、この方に今回は来ていただきました、声優の小野ゆきさんでーす。皆さんこんばんは、声優のねぎです。来ちゃいました。しかもこんな姿でお邪魔しちゃいまし不思議なた。感覚やな、ゆうきさんも今日も。いやー、ゆうさん、初めましてではないんですよね。この前ちょっと喋ったんですけど、まさかこんな形でお会いすると言いますか、なんかあのあと結構僕たち普通に喋ったじゃないですか。ちょっとお時間をこう2人でいただきまして、なんか喋ったんですけど、なんでこの機会が生まれたかっていうのをまず喋っておいた方がいいかもしれないですね。まずはそこからだよそこからね。ですよね。 あれ、小野ゆきさんちょっと自己紹介しておきますか。改めまして、声優の小野ゆきと言います。常連の皆さんこんばんこんばんは。はです。さっきコメントもしてくれてたみたいで、ゆきさん。そうなんです。お邪魔する上でね、皆さんもしよかったらということで、よよろろししくくおお願い願しまいいす。たコしメンます。ト、いや、させていただきまして。不思議な、そっからのご縁でこんな まさかね隣に立たせていただけるなんてって感じですよ、ほんしま。かもこの姿で。いや、ほんま不思議な感覚と言いますか。本当、ロベさん最初はいはい。拝見したときに、いや、めっちゃかっこよくてさ、そのお姿。そう、なん かお こう、姿、マジで。なんかこう、この後ね、ゆうきさんのところでも配信にお邪魔したりする兼ね合いで、こういろいろなね、素材とか、僕の宣材写真を送らせてもらったりとかしたんですけども、それ送った瞬間に、え、ロベさんかっこいいって来て、素 の反応でしたね、その反応してて、ゆうきさん、かっこいいって言ってくれて、あ、マジかっけえんだよな。そコんメンなト、そ黙んな。ったらイケメンだってよ。ちょっと何ですか？誰ですか？黙ったらイケメン、ゆうさんの。誰ですか？隠れろ、みんな隠れろ。誰ですか？ 隠れるんだ。僕の声のレーザーで潰しますよ、スパーンって。打ち抜きますよ。いや、声も声でさ、はいはい。またこの普段のさ、喋り口調とは裏腹にと言いますか、歌うとめっちゃ可愛く爽やかになるじゃん。何をおっしゃいますの？やめてそよ、れもゆまきたいいなさと思って。ん。いや、そんなことを、なんか、こう声をお仕事にしてらっしゃる方に、こう声のことをなんか言われるの、めちゃくちゃドキドキしますね、やっぱりなんか。まあそうだよ。ゆう気き、づく京介。そう。だ、うち、こう、海外の視聴者さんが、やっぱり結構、多いですよ。結構うち海外に行きも視聴者さんでよくすごく応援してくれて、ありがやっぱとう、りセンキこうュそういうことやっぱ徐々でやっぱー。おう。やっぱあったりし、あとはこうグラブルのグラン君であったりだとか、そういうキャラクターをこう上げてくる。あ、その人が今日来るのかい、息子よみたいなことを嬉しい。 息言っ子よってて、確かにね。そうなんです ちょいよ。ちょい見たな。そう、海外に行き僕のことなぜか息子って呼ぶんで。息子さんにお世話になってまーす。よろしくねー。不思議な感じで、すナイいスまトミせん。ーチュナイスとミーチュー。ー。で、あとは僕、働く魔王様とか。そう不思だ議ね。な感覚。とかだと思うんですよね、多分。一番衝撃だったのが、あ、なんですか？その、まあ、断片的にその当時は見てたんだけれども、ある日の月頭かなの朝活で、その先月の活動実績みたいなやつを累計でこう何時間みたいなの出してたってやつ、え、100何時間超えてんだみたいなので。やったりしてましたね。そうで、見返したら確かに1日3回行動とかやっもうてま平した。気でバンバンしてて、そうでうっすてね。なって、俺が見てたのは本当に端っこだけだったんだなっていうのそれで。 そうですね。今は結ね構抑えてる方ですかね、今月は。え、その時、8月、9月とかちょうど気合を入れた時だったんで、ねえ、すごかった140な。時間とか150時間とねえ。か。あ、今ちょうどイユオミさんピがさ間ん、にど合うもったイオなっピさて。ん。あ、ユーさんの話さっきしちゃったんだよな。そうですよありね。がとうねって話をね。そう、ユーなんさんか、のおかげちでょうこのど時間が生本まれたんだよってね。当、そうそうそう、ゆうきさんが僕を知ってくれたきっかけも、イオフィーさんが来店してくださった回やったんで、イオフィーさん、限界ミント貸していたイオフィーさんも。ほら、もう、え、マジでただのファンになってますからね、ば。いや、本当に感謝しています。や、あり僕がとうもありござがいとうます、ございま本当す、に。本当にオフィーさん。予備さんいらっしゃらなかったらね、多分この時間なかったもんね、本当いや、に。ほんまにそうやきっと思かいけまがなす、かっ多たわけ分。で。いやー、すごいな、なんか、本だから素敵、なんか、そのタイミングとかってすげえ面白いなって思って、なんか本当にその1個がなかったらこの時間が生まれてないって、なんか、そう。すごいなって思って。なんか俺、バタフライエフェクト系の話が好きで、はい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 。1個のきっかけから何が変わっていって未来が変わっていくみたいな。うん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 。
うん、でもその一番のここにつながる分岐点が、うんうんうん、あの時ねゆうひさんがそのリプライを俺にくれるかどうかだったんだろうなっていう。でその時しかもたまたま俺がロベさんの配信でゆうひさんゲストの回見てなければまたねそこもつながってなかったわけでね。そうですね、実際なんかいくつかのね偶然が重なって今こうなってると思うとなんか年の瀬にグッとくるもあるよね。わかります。だから本当あの一夜が奇跡なような一夜で、本当になんかねえ、なんかその僕も12月頭の時点で結構こう予定は入ってはいたんですよ。それこそ僕の1周年の記念もあったりだとか、そうだよ、なんかいろいろこうやらなきゃお誘いいただいてるコラボとかもいろいろあって、こうまあちょっとバタバタするなっていうのは思ってたんですけど、うん、いやまさかこんなこんなに印象もちろんこうやらせてもらったやつももちろん楽しかったんですけど、うん、なんかそれはそれもそうですし、なんかこんな特別ななんか年末にもっとなるなっていうのはすげえなーって思って、いやほんとその本社の先輩のすごいよ。ほんとにでも本当に無理な時はだから休みます僕結構。もうさすがにね、結構オンオフがはっきりしすぎてるというか。あ、まあそれは確かに、なんかこう、うん、気分じゃない時は無理してやらないですね、やっぱり。うん、なんかこの今日やったらダメになっちゃうなって日が結構あったりとかしてなる、うん、そこちゃんとしてんだね。でもね、そうですね、やっぱなんかこう、うん、僕の全部ってこの配信じゃないですか、やっぱりこう。そうだね、うん、だこの配信の一個が、うん、視聴者にとって、うん、全くもってなんか俺が本気じゃないものを見せてしまったら、うん、視聴者に対して失礼だし、うん、なんかその、その通りだね、応援してきてそれなんかなんかこうずっとやってきたロベスルを応援してきてくれた人たちに失礼やなと思って、うん、であとなんかめっちゃ思うのが、うん、なんか10回配信するじゃないですか、うん、で9回はめちゃくちゃ頑張った配信をすると、うん、でその例えば1回例えばちょっと手抜いちゃった配信があるとするじゃないですか、うんうんうん、でもその1回をたまたま見に来た人からしたら、あーそうなんですよ、幽谷ロベルト男はこんな配信をしてるんだって思っちゃうんですよ。そうね、本当にやっぱプラスよりもマイナスの方がやっぱり人の結構イメージつきやすいものだと僕は思ってるので、うん、だからやっぱそういった面は見せない方が絶対にいいなっていうので、もう通りだ、ね、無理な時は無理って言ってますね。だから本当に全力でやってるとこだけを見てもらいたいっていうのはありますね。うん、ってのありかもしれない。なるほどな、はあ、あったりします。それすごくわかる。でも24時間雑談の時は、うん、ほんまに1週間前に思いつきでやった企画でした。本当にそれもすごい、いけるでしょう。それもすごい、でもそれ逆に日々の積み重ねだよね。一回一回をさ、なんか居合抜きみたいな感じでさ、はいはいはい、全力投球するわけじゃん。そうですね、その積み重ねだから24時間やってもどこ切り取っても面白い自信も持てるし、みんなも楽しめるみたいなね。そうですね、多分退屈はさせないだろうっていう自信はありましたね、やっぱりね。え、落ちる瞬間はないだろうっていう、うん、ありましたね、そこは。いやすごいな、いや面白いな、ほんとな。信じられます？ん？もう1時間経ってるんですって。え？信じられませんよね、マジで。マジで信じられないですよね。マジで？もう1時間経ってるんですって。あっちゅう間だね。あっちゅう間ですね、ほんま。まあ、枠移動せねや。そうなんですよ。ほんとだ。わお。さ、俺たちの息子を頼みます。いいね、託されてる。いいね、こっちもね、楽しい仲間が揃ってるで。そうですね、うん、ゆうきさん最後に、ゆうきさんの視聴者さんにも多分最後に多分言ったら来てくれると思うんですけど、うん、うちの海外に来たち呼びかけたらすごい答えてくれるんですよ。おー、ヘイガイズ。多分すげーいっぱい出てきますよ。はい、海外に行き、海外に行きでいいの、海外に行き、すごい出てくると思うんだよ。一緒にデッドバイデイライトゲームやろうよ。めっちゃ出てきた。あ、すげー。ヘロー、ヘロー、はい、ヘイさん、サンキュー、ヘロー、オッケー、サンキュー。こんな感じでね、うちの海外の人たちは呼びかけたら答えてくれるんで。すげー、オーライト、すごいいっぱいいる。そう、嬉しいね。本当に嬉しいんですよ、これ。なんか海外の方が見てくれてるってやっぱ素敵だね。素敵ですね、面白いですね、やっぱり。まだ俺のその小野 YouTube のチャンネルはまだ、うん、あのそんなにたくさん多くは全然なかったりするからね。はい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 、ありがたいね、こうやってこういう機会に触れ合えるのは、うん、センキュー、本当に楽しいですよね、センキュー、うん、ということでね、この後はルリさんも来てて、うん、ありがとうございます。お知り合いの浅野ルリさんという方も来ていた。存じ上げてますよ、すごいな。僕の天敵ですね。ということで、この後はですね9時半から、うん、それではまたよろしくお願いします。よろしくね。お疲れ様でした。ほなねー。ほなねー。
いい声だ。See you soon. Good night. いい声だ。